さて今回の問題はですね、前回とか前々回と似たような問題なんですかね。やけどちょっとだいぶレベルアップしてますよみたいな話でしょう。まあ早速1番からいきますか。まあヒントがな、これやろ、 x たす y たす z とか xy たす yz たす zx とか x×y×z っていうのが与えられてるから、まあこれの問題は下全部通分しましょう。そしたら xyz っていうのが分母に出てくるやろ。じゃあまあなんかこれ使えそうよね。だから xyz で通分します。そうすると上、この子はさ、分母が yz が足りんかったから分母に yz かけたんやろ、ここに。ってことはまあ分子にも yz かけましょうってことやから、上は yz や。はい。でこいつは、y が元々おるから xz が足りひんねんな。ってことは xz、 ちょっと zx って書いていい？順番で最後のこいつは xy が足りひんねんから xy でしょうみたいな。ほなこれでさ、もう終わりじゃない？ほらだって xyz っていうのはここで1って分かっとやんね。まあ1分のやろ、1分かかんでもええかもしれ、ええな、1分のやがかかんでええでね。で上の方のここやけど、これってさ、これのことじゃないね、ってことなんで、これは結局2ルート2たす1のことやないかとね。1分のやから分母を書いてませんっていうこと。めちゃ簡単やったやろ1番で。2番いきます。2番はまああれじゃないですか、括弧2乗から作りましょうちゃう。多分前回とか前々回とかでもこの問題どうすんのって言われたらさ、一旦 x たす y の2乗を出して、そっから邪魔なものこいつやったら x の2乗プラス 2xy プラス y の2乗やから、これ邪魔やねんな。せやからこれを引いときましょうみたいな、後ろから。そうすると消えてくれて欲しいのが残るでしょみたいなね、やったやん。せやからまあこれも括弧2乗作ったやんちゃうか、こういう風な形で。ということで x たす y たす z の括弧2乗作りましょう。でそっから邪魔なものを引いていこう。x たす y たす z の括弧2乗ってどんなになるんやったっけっていう話や。まずな、これは全部2乗します。覚えてますか言うてな、2倍の前真ん中、2倍の真ん中後ろ、2倍の後ろ前や。これがこの括弧2乗や。ってことは邪魔なのは当然ここよね。ここ全部まとめて邪魔やから、これ引きましょうと。でその時にはね、2でまとめとくと xy たす yz たす zx ってなって、これを引いとけばいいわけよね、後ろから。じゃあこんな感じや、 xyyzzx や。ってことはやで、もうこれで完成ちゃうか。まず1番の x たす y たす z っていうのは、これ一番最初に書いてるこれやろ、つまりこいつや、2ルート2たす1、じゃあ2ルート2たす1の括弧2乗や。で引く2倍のこの xy たす yz たす zx っていうのも同じくこれやろね、2括弧2ルート2たす1をかけてますよと。じゃあもうこれそれぞれ展開しましょう。ここの部分なんぼですか言ったら、2人が4、2が8やろ。で足す、これとこれと2かけたいねんから、2人が4ルート2か。でこの子の2乗やから1や。でこのマイナス2はこの子とこの子にかけるで、ってことでマイナス4ルート2のマイナス2や。ってことはこれ消えちゃいますよ。8足す1したら9、そっから2引くから結局7や。ということで答え7でしたよという話でした。さてじゃあ問題の3番や。1、2まではそんなに難しくなかったけどな。3番はこれはね、まず、数学これこの先使わんよいう子は、何やったら解かんでもええんちゃうと思ってるこの問題は別にやらんでもええわっていうふうに思ってます。でまあある程度使うよいう子は、公式覚えといたら楽なんちゃうか。先に言っとくけど、この式はですね、どうなるかと言いますと、x たす y たす z の x の2乗たす y の2乗たす z の2乗、何やったっけ、引く xy やったかな、
引く YZ 引く ZX をして、括弧閉じて、ほんで足すやな、確かな、足す 3XY ちゃうかったかな、 XYZ とか、こうこんなね式になるのよめちゃ長いやろ、このクソ長いやつを覚えるんかって話やねんけど、まあ数学やるでっていう子は覚えたらええんちゃうか。一応これ解いた後にこうなるやつを証明じゃないけど、この式からな、これってどうやって式変形したねんっていうのを一回やるけど、もう いらんわ、言う子は飛ばしたらええわ、この問題解き終わった後で終わってくれたらいいと思います。さあ、ということでとりあえずまあこれを覚えとけばやで、もう代入するだけよ、あとは x たす y たす z はさっきもありました2ルート2たす1でしょ、ここ2ルート2たす1や、こうな。でここ x の2乗たす y の2乗たす z の2乗っていうのはさっきここで出しましたよね、2番で7ですっていうことなんで、ここは7、これまとめてな、7です。でここやけど次のとこ、これはさマイナスでまとめてあげると xy たす yz たす zx のことやろ、ってことはマイナスこれや、2ルート2たす1やな、じゃあ2ルート2こうしとこうか、たす1こうしときましょうか、カッコもこうしとこう、はい。で、後ろがたす 3xyz、 xyz はなこれほら1やから、じゃあ 3×1 は結局3でしょって話よ、こうということは2ルート2たす1の、ここのカッコの中はカッコ外してあげると7引く2ルート2引く1ってなるから、結局ここを計算するとよいしょ、7から1引いたら6や、でマイナス2ルート2かな、こうなってますよと。なここ展開しましょう、これで12ルート2やろ、でこいつとこいつでなんぼ、マイナスの2人が死にが8か、でこれで6やろ、だからこいつでマイナス2ルート2や、で最後これ3がおるからな、こっちだけつけときましょう、ということで、計算しましょうか、この子とこの子計算すると10ルート2になります。でマイナス8と6でマイナス2、そこにプラス3するからプラス1になるよということで、一応答えはこうやでいう話やわ。一応これでね、終了です、終わり、お疲れ様でした。やけど一応さっき言ったみたいに、ここからここへの式変形どうするんか一応やってみんで、いけるかなちょっと多分だいぶ長くなりますよ、下の方多分全部使うんちゃうかなぐらいの感じで考えてんねんけど、そんなことないかな。 x の3乗足す y の3乗足す z の3乗なっていうのは、まあとりあえずカッコ3乗作りましょうよね。x 足す y 足す z の3乗からいらんもんを引いていきましょう。要はさっきのこの2番と同じ方式よ、ね、とりあえずじゃあ x 足す y 足す z の3乗がなんやねんっていう話なのをちょっと横でしときましょうか。緑ぐらい使っときます。 x 足す見えるこれ y 足す z の3乗っていうのはそもそも、これ x 足すy たす z ってまず分けんねん、多分どっかでやったことあるんちゃうないかな。そうするとこれ、ここをさ a っていうふうに置いてあげると x たす a の3乗ってことやろ、つまりこれ展開すると x の3乗たす 3x の2乗 a たす、これはただのあれな、3乗公式な、 3xa の2乗たす a の3乗ってなんだ。でこの a を戻してあげましょうか。y たす z に戻すよ。そうすると、x の3乗たす 3x の2乗、括弧 y たす z や。y たす z たす 3xy たす z の2乗たす y たす z の3乗や。な。ほんで、もう a を抜けてくれても、もう抜けてくれてもいいっすよ。だいぶしんどいよね、これね。もう淡々と式変形だけしていく感じやから、 x の2乗 y 足す 3x の2乗 z やろ、
で足す、ここ展開すると 3x の y の2乗を足す 2yz 足す z の2乗で、ここ3乗展開すると大変、y の3乗を足す 3y の2乗 z 足す 3yz の2乗足す z の3乗や。これもあれな、3乗公式な、ここの部分の展開は。で、ここの括弧も計算しておくか。x の3乗足す 3x の2乗 y 足す 3x の2乗 z 足す、ここ展開すると 3xy の2乗やろ。で、足す、これで 6xyz か。6xyz。だからこれで 3xz の2乗や。で、後ろがそのままさっきの足す、y の3乗足す 3y の2乗 z 足す 3yz の2乗足す z の3乗よ。さあ、じゃあやで、何を引けばいいかって言ったら、とりあえず欲しいのはこれや。こいつと、こいつと、こいつや。それ以外いらんねん。やばない？これ。これだけが欲しいのよね。z の3乗や。じゃあ、残りのやつはって言うとやで、計算できるやつあるはないんか。x の2乗 y。ないですね。じゃあ、この子ら全部、ちょっと待ってよ。どうしよう。どうしようかなーやな。とりあえず、xy でまとめれる子が、ここと、ここが xy でまとめれるのか。3xy でまとめるで、こいつら。3xy でまとめたら、こっちからは x が残って、こっちからは y が残るやろ？こうやろ？これ合ってる？俺。これ使った。これはもともと書いてるからいいやろ？次は、yz にするか。yz は、こいつとこいつか。やな。ってことは、3yz でまとめるで。そうすると、こいつからは y が残って、で、こいつからは z が残んねん。足す z。こうな。これ使うたやろ。んで、こいつと、これか。これと、これで、xz でまとめれんねん。だから 3zx にするか。ほな、ここからは x が残って、ここからは z が残んねん。こうな。こう。で、今これ使おったから、残ってんのが 6xy やねんけど、6xy をやな、こいつら全部さ、3xy とかさ、yz とか zx ってなってるやんか。でな、ちょっと、いくで。ここの 6xyz を、ここに 3xyz をさ、もし加えたら、もしな、もし加えたら、ここって 3x、ちょっと待ってな。ちょっと色変えよう。もしやで。もしここに 3xy を加えることができたら、3xyz を加えることができたら、これって 3xy3xy でまとめてあげると 3xy 括弧、ここが x 足す y で、ここが残っとるのが z やから、 x 足す y 足す z ってならへん？わかる？で、ここにも同じように 3xyz を加えるわけよ。そうすると 3yz でまとめてあげて、何ですか？中身が残ったのが、これが y 足す z やろ。y 足す z。で、こっち側に x が残っとるから、こうや。こうなるわけよ。ほら、xyz、x 足す yz 足す z とかが一緒になるやろ。だからまとめれそうやん。ってことで、ここにも加えたいわけよ。そうするとな、必要なのって 3xyz が1、2、3個必要なのね。つまり合計 9xyz が必要なのよ。
なんで、なのでやで、ちょっと待ってよ。なので、ちょっと邪魔、これ邪魔。今 6XYZ しかないわけよ。ってことなんで、無理やり 9XYZ にしちゃいましょう、これ。足す。ちょっと待って。足す。9XYZ にしちゃいます。ただ、勝手に相談したらあかんから、元に戻しておきましょう。引く 3XYZ や。足りる？スペース。ギリギリやな。ほな、この子と、こいつのうちの 3XYZ。この子と、この子の 3XYZ。この子と、この 3XYZ を使って、こいつをだから3つにこう分散させるわけよ。それぞれ。3XYZ あげるよー、言うて。ここにも 3XYZ あげるよー、つって。ここにも 3XYZ あげるよー、言うて。そうするとどうなるかって言うたら、こうなって、こうなって、こうなって、ここさっき言ったみたいに、3XY のまとめて X 足す Y 足す Z になるわけよ。ね。次のここも同じように、3YZ の、括弧 X 足す Y 足す Z になるわけよ。で、次のとこ、ここの部分も、足す 3ZX の X 足す Y 足す Z になるわけよ。で、後ろに、これ今これ使ったからな、これを全部使ったからこれなくなってもうて、こいつこれが一応後ろにマイナス 3XYZ として残ってますよということね。で今度はここの部分を長い大変よ、これでまとめれるやろ、ここということなんで、これはよいしょ、 X の3乗足す Y の3乗足す Z の3乗足すX 足す Y 足す Z でまとめると残っとんのが 3XY 足す 3YZ 足す 3ZX やろ、ほんで合うてる、これ合うてます、合うてますか、これ心配になってくる。マイナス3XYZ やね。こうなってるわけでしょ。いったやろ。これ書いたし、ここも書いたし、ここも書いたもんね。で、これが残ってんの、これをつけていきますから、こうか。ってことは、これが全部いらんわけよ。わかります？ここの部分が全部いらんよってなるわけよ。合ってる？ちゃうな、俺が作りたい式とおかしいな。ちゃいますね。ちゃいますよね。あれあれってなんねんけど。まあできなくはないんですか？いいえ、そんなことはないです。どっかでなんか間違えてんな。2乗を残して。でもいけてるよな、これな。まあ、ええか。じゃあ、ほなさ、そのまま引いたらええんちゃう？ダメですか？こいつから、これを引くみたいなことでどうでしょうか？ダメですか？つまり、ここでええか。この後ろから、この今、四角で囲ったこいつらを引けば、X 足す Y 足す Z。の括弧 3XY 足す3、これ3でまとめた方がいい、これ。まあまあいいか、一旦書いておくか。3000見えるこれの、足すやんな、だからこいつらを引くってことはここは足すになるで、足す 3XYZ や、こうや、こんな感じで、じゃあ3ありませんやんってなんねんけど、でもいいよな、これ合ってるやろ。ここ3でまとめとくと X 足す Y 足す Z の3乗引く 3×X 足す Y 足す Z の括弧
xy+yz+zx(-3xyz) よ。こうや。ちょっとなんか違う気がするんですけどね。ああ、そうか。俺3乗から引いたパターンにしたのか。じゃあ、オッケーオッケーオッケー。こっからか。こっからまだ行くんじゃん。やるこれ。要は、今からすんのな、この式に要は持っていくのに、この x+y+z でまとめてるわ、やんか。これ見て、x+y+z でまとめれんねやんか。ほんなら、するしてもええけどさ、って感じよな。こうやろ。あ、違う。これでまとめたら、この緑のところも全部消す。これちょっと消すで。よいしょ。ちょっと待ってよ。今赤が消えてしまったんで、まあ、とりあえず一旦こうか。でから、こうか。こうやな。で、こうやな。で、こうやな。なら、残っとんのが、x+y+z の2乗引く3倍の xy+yz+zx の、引く 3xyz か。こうやな。ここまで持ってきました。で、あとは、展開したら終わりか、これ。あと展開したら終わりや。一応、終わりまでこぎつけましたけど、とんでもなく大変ですよね。こいつ展開すると、x+2乗+y+2乗+z+2乗+2xy+2yz+2zx やった。で、引く。これ3、別にまとめてよかったか。展開すると、-3xy+3yz-3zx の、-3xyz や。はい。ということで、お疲れ様でしたと。こういうことね。こうの、x+y+z(2)のここを計算して -xy、ここ計算して -yz、ここ計算して -zx の -3xyz や。ようやくたどり着いたわ。ということで、これで、この子っていうのは、こうやって試験機ができたよ、つうことで、ここでこれ使ってるわけですよ。ね。はい。ということで、公式覚えてると楽やで、というお話でした。お疲れ様でした。